はい。それではですね、始めさせていただきたいと思います。高校生向けの公認会計士ガイダンスです。はい。まずですね、高校生の皆様、公認会計士という資格ご存知でしょうか？知らない方もいらっしゃると思いますので、まずそこから説明させていただきたいと思います。公認会計士とは、はい。企業が作成した1年でいくら利益が出たか、儲けたか、資産と負債がいくら残っているか、といったですね、成績表。これを、財務諸表と呼びます。財務諸表ですね。これを監査することを主な業務とする国家資格です。はい。まあ、企業はですね、1年間でどれぐらい儲かったのか、あと資産がどれぐらい残っていて、負債がどれぐらい残っているのかという成績表を作る義務があります。その成績表を財務諸表というんですけども、それを監査する、ことをですね、主な仕事とする国家資格。これが公認会計士です。はい。ここで言うですね、監査、ね、財務諸表を監査するの。監査というのは、財務諸表が適正に作成されているかどうかを調べて判断し、意見を表明することを示します。はい。まあ、つまり、ちゃんとね、虚偽の記載とかがないかどうか、しっかりルール通り作られているかどうかというのを、チェックしてですね。で、あ、これ大丈夫ですよとか、ね、ダメですよといったことの意見を表明します。企業が作成した成績表の社会的信用を支える重要な業務です。はい。ですね、この企業の成績表ですね、どれぐらい儲かってて、今資産と負債どれぐらい残ってるかっていう、この財務諸表ですけども、これを見てですね、投資家の皆さんは、あ、この企業の株を買おうとかですね、またお金を貸す銀行とかですね。あ、この企業は資産結構十分にある。利益十分出てるから、融資してあげよう。お金を貸してあげよう。などの判断材料として、この財務諸表は使われます。なので、非常に重要な、この成績表になるんですね。で、これが、虚偽の記載で作られてたりとかですね、ルール通り作られていなかったりすると、そういった、投資家の人だったりとか、銀行の方々ですね、非常に、判断を間違えてしまう。ということは、非常に重要な、ね、社会的信用を支える業務なんですね。これが監査と言います。そしてですね、まあ、公認会計士の仕事、その他にもですね、コンサルティング。まあ、企業のいわゆる経営ですね、もっと利益を上げるにはどうしたらいいのかとか、ちょっと負債が多いんだけど、どういう返済計画を立てるべきかなどですね、そういった相談を乗る、経営相談のこと、まあ、コンサルティング、相談に乗ってあげること、コンサルティングですね。あと、M&A。まあ、企業と企業が合併したりですね。ある企業の部門、まあ、例えば大きな企業があって、ちょっとゲーム部門だけ切り離して、その部分はまた別会社にしようとかいったですね。企業の組織再編に関わるものを M&A といたします。それの相談に乗ったりとか。あと、株式公開支援、IPO というんですけども、これは何かというとですね、ベンチャー企業、小さい企業がですね、より大きくなるために、株を発行してですね、それを、不特定多数の方に買ってもらって、で、お金を集めてより大きくなる。まあ、株を上場させるというんですけどもね、この株を上場させるために必要な手続きとかはやっぱり公認会計士が相談を持って支援してあげる。これを株式公開支援と言ったりしますが、こういった業務であったりとか、あと税務業務ですね。公認会計士のですね、この後紹介しますけども、試験の中に租税法という税の勉強も、入っています。で、公認会計士さんは、企業とか、あと個人の方々の税金の相談、または申告とかも手伝ったりできる。総称して税務業務というんですけども、こういったこともできる。さらにですね、グローバル化に伴う、国際財務報告基準、IFRS、EFRS と呼んだりしますけども、の導入。これ何かというとですね、さっきお話しした財務諸表のルールなんですけども、各国実はルールがちょっと違ってたんですね。はい、日本は日本のルール、アメリカはアメリカのルール。ただですね、企業がこうどんどんグローバル化してですね、日本の企業に投資したいアメリカ人の方であったりとか、またその逆ですね、アメリカの企業に対して日本人が投資したいとかですね、まあ、世界各国の人がですね、企業に対して、投資とかをしたい、または企業が海外に出ていく。出ていく際にその海外の企業を、まあ、買収したりですねでそういうことが、いろいろ行われている、まあ、グローバル化っていうんですけども、これに伴ってですね、財務諸表のルールが各国バラバラだとですね、こう比較できないわけですね、うん、はい、同じルールでちゃんと作ってもらわないと、この企業は優れているのか優れていないのか比較ができないということで、世界各国が集まってですね、この財務諸表を作るルールを統一化させようと。その統一化させた国際的なルールがこの IFRS と言います。国際財務報告基準ですね。これの導入が世界各国、まあ、ほぼほぼ義務付けられていっている今状況です。なので、日本の企業とかもそうなんですけども、この新しいルールで財務諸表を作らないといけない。そうすると、公認会計士さんがその知識を持ってますから、その公認会計士さんに手伝ってもらうといったようなですね、こういった近年ニーズが高まっている業務を担う資格として公認会計士は非常に注目されています。はい、あと、まあ、豆知識なんですけども、企業の成績表の財務諸表なんですけども、これはですね、企業の取引を記録する簿記。聞いたことありますか？これ簿記。ね、簿記を、集計して作成されます。はい、まあ、企業の取引ですね、商品を買って、お金を払う、その商品を売るといったことを、企業がやっていくと思うんですけども、それらをちゃんと記録していかないといけないんですね。その記録する技術を簿記と言います。で、簿記によって記録されたものを集計していって、今年はいくら儲かったのか、資産と負債がどれだけ残っているのかということを、財務諸表として作成するということですね。まあ、なんか聞いたことあるんですが、日商簿記検定とかね。あれは、まあ、簿記の検定試験で、日本商工会議所が、主催するんで、日商簿記検定とか行ったりします。はい、で、この公認会計士という資格はですね、財務諸表を監査することが主な業務ですから、その名の通り財務諸表は作れるレベルでないといけませんよね。適正な財務諸表を作れるだけの知識を持っていないといけない。なので、この簿記というのも公認会計士の試験で、必ず出てくる分野になります。はい。じゃあ続きいきましょうか。次は、公認会計士の魅力ですね。こちらをちょっとご紹介させていただきたいと思います。高校生の皆様にですね、紹介させていただくということで、もちろん魅力的な資格であるということは、まあ、皆さんわかるかと思いますけども、ちょっと見ていきましょう。魅力としては5つご紹介させていただきます。はい。まず1つ。三大国家資格。皆さん聞いたことありますかね。公認会計士は、医師や弁護士と並び三大国家資格と呼ばれています。なので非常に安定した高い社会的地位を持っています。はい。まあ、いろいろな場面場面でこの公認会計士の資格を持っている人はですね、非常に信用性の高い方だと認められるわけですね。はい。非常に、なんていうんですか、持っているだけで、いろいろと、なんですかね、得があると言いますか、はい、信用されるという、まあ、これだけで非常にビジネス面では、優位に働くわけですね。いろんな場面で、非常に優位に働く社会的地位を持っていると。あともう1つです。高い年収ですね。平均年収が1000万円と言われています。大企業の年収は、約ですね、600万円弱。今現在ですと、この動画を収録している時では、580万円程度ですから、大体倍ぐらいですね。大企業の倍ぐらいの平均年収を得ることができると。そういう資格ですね。あともう一つ、先ほどお話しした通りですね、企業のグローバル化に伴うですね、国際財務報告基準、IFRS の導入をしなければならなかったり、あとですね、上場企業ですね、株が証券取引所で取引できるようになっている企業、大きな企業って言ったんですけどね、その企業に対するルールが変わりまして、内部統制監査が義務化されました。これはもう国のルールとして決まりました。何かというとですね、企業がいろいろな活動するときに、ルールというものがあると思うんですね。例えば、建物を買うってなると、上層部に OK をもらうために、その企業に稟議っていうのを立ててですね、その稟議を上層部に渡して、精査されて OK が出て、そして資産を買うといったこういったプロセスがあると思うんですけどね、今紹介したのは簡単なものですけども、そういったプロセスが、リスクを伴っていないかどうか、ね、何か間違えてしまったりとか、変な判断になってしまったりとか、企業が健全に活動できるように、その中のシステムですね、それがちゃんとなっているかどうかを、公認会計士さんは、監査、内部統制監査と言います、できるんですけども、上場企業はこの内部統制監査を公認会計士さんに、受けないといけないと義務化されたんで、また公認会計士さんのお仕事が増えたということで、近年活躍の場がどんどん拡大しているですね、資格になっています。仕事がたくさんあるということですね。もう一つですね、企業の財務諸表は作成必須のため、それを監査する公認会計士は常に安定した率がある。企業は必ず成績表である財務諸表を作成しないといけません。これは全ての企業です。そうすると、上場企業はですね、財務諸表、作成した財務諸表を、公認会計士さんに監査してもらわないといけない義務があります。それを監査する公認会計士はですね、企業があり続ける限りですね、監査という業務はなくならないわけで、常に安定した、この監査というニーズがあるということです。つまり、食いっぱくれないって言ってるんですかね。仕事はもうある、一定程度あると。企業が存在する限りはあるということで、非常に安定した資格であるということですね。で、最後です。男女平等のプロの世界。これ何かというとですね、公認会計士になった方々なんですけども、男性はこの仕事、女性はこの仕事といったような、そういったものはないですね。この会計という業界に関してはですね、企業の財務諸表を監査するといった、また財務諸表を作ったりとかですね、いろいろ仕事があるんですけど、その中に男じゃないとできないこととか、女じゃないとできないことといったものが全くないというのと、あと、業界的に完全な実力主義なので、女性が非常に働きやすい、その環境が整っているということですね。女性だからコピーをずっとやらされたりとか、そういったことは全くない、実力主義の世界でなっていると。あとですね、出産後も育児と両立が可能とありますね、これ何かというとですね、非常にですね、公認会計士という資格を持っている方がそんなに多くはないので、週3日とかでも公認会計士の資格を持っている方は働いてほしいんですね、この業界的に。なので、女性が出産をするときに育休をこれ取って、しっかり取れるんですけども、また復帰する際にですね、やっぱり子育てをしながら、仕事がしたいということで、公認会計士の仕事は週3日4日とかにして、あとはご家庭でお子様を育てる、育児に専念するといった、ことをしてでもですね、就職先、公認会計士さんの多くの就職先、監査法人というところで就職するんですけども、全然 OK だと。ね、それで働いていただいて全然 OK だと思いますね。しかも時給も非常に高くですね、週3日程度でも、まあ、月収30万を普通に超えたりとかすると、まあ、普通のサラリーマンね、終日ずっと働いているサラリーマンよりも月収もらってたり、ね、する場合もあるということで、非常に女性にとってもですね、魅力的な資格じゃないかなと思います。はい。魅力は以上になります。じゃあ次行きましょうね。はい。そんな公認会計士ですけども、まあ、試験を合格しないといけません。この試験制度の方ですね、説明させていただきたいと思います。はい。まず、受験資格です。受験資格はありません。誰でも受験できます。外国籍の方も受験できますということですね。なので、たまにね、外国籍、日本国籍じゃない、外国籍の方が、日本国内の公認会計士として働いている方も、よく見受けられたりします。はい。で、まあ、資格によっては、例えば大学を卒業していないといけないとか、大学の、ここの単位は取っていないといけないとか、あと税理士試験だとですね、まあ、その大学的な要件だけじゃ、学歴的な要件だけじゃなくてですね、まあ、その学歴の要件を満たさないと、日照簿記1級とか、あと前景上級とかですね、簿記のかなり難しい資格を突破している方じゃないと、そもそも受験ができなかったりとか、そういった資格が結構多々あるんですけども、この公認会計士は、そんな資格、ね、受験資格はありません。誰でも受験することができます。はい。まずですね、公認会計試験、2つ試験があります。一次試験、これは担当式試験と言います。はい、担当式って何かというと、まあこれ覚えておいて、ね、そうはないかと思います。マークシート方式ですね。うん、これ何がマークシートかっていうとですね、全部選択式ということですね。とはいえですね、理論的な問題だったりとか、計算、電卓使えるんですけど、電卓叩いて出す問題もありまして、まあ、電卓叩いて出した答えが、例えば5個あって選択肢が。自分が電卓で出した、ね、自分が出した答えと一致するものをこうマークシートで塗りつぶして答えていくみたいなね。そういった、まあ、回答がこう、あらかじめあって、その中から選んでいくという方式になっています。で、実施は年2回の12月と5月に実施されます。はい、で、合格発表は12月に実施されたものは1月に合格発表されますね。つまり1ヶ月後ってことですね。で、5月に実施されたものは6月に合格発表があります。で、いずれかに合格すれば二次試験の論文式試験に進めます。はい、逆に言えば合格しないと二次試験に進むことはできません。はい、で、担当式試験、ね、一次試験に合格したらとありますが、担当式試験に合格すれば合格発表に属するとして、その翌年、その翌々年の計3回の論文式試験を受験することができると。はい、3回とも不合格の場合は、また担当式試験から受験と。これ何かというとですね、担当式試験1回合格しましたら、合格発表日の属する年ですね。例えば、2020年の12月の担当式試験に合格しましたら、2021年1月が合格発表ですから、2021年のに実施される二次試験の論文式試験を受験できる。さらに翌年の2022年の論文式試験も受験できる。さらにその翌年の2023年の論文式試験も受験できると。はい、2021年の合格発表がある担当に合格すればですね、2021年、その年の論文、22年の論文、23年の論文と3回の論文式試験を受験することができる。つまり担当式試験に1回でも合格すればですね、その状態がセーブされるので、一旦担当式試験のことは忘れて、二次試験の論文式試験に勉強を専念できるっていう、こういうシステムなんですね。はい。なので、まあ、担当式試験をどうやってこう突破するかっていうのが非常に、課題になってくるわけですね、試験とかの。はい。で、二次試験の論文式試験を説明します。二次試験の論文式試験は、筆記試験です。マークシートではなくて、すべて紙に答えとか、あと、論述ですね、文章を書いたりとかします。実施は年1回の8月に実施されて、合格発表は11月、3ヶ月後になっています。はい。まあ、マークシートと違って機械にかけてすぐに成績が出るとか、そういったことではなくて、ちゃんとですね、採点官が丸付けをしますんで、皆さんの文章ですね、論述した文章をこう見て、あ、これ合ってる、丸みたいなこと全部やらないといけないので、まあ3ヶ月ぐらいかかると。合格発表が11月になっています。で、この試験に合格すれば、公認会計士試験合格です。これは一生消えません。だからもう、ね、試験を受けることはなくなると思います。ただ、この段階でまだ公認会計士という資格を得たわけではないのでご注意ください。でも、まあ、ほぼもう目の前ですね。もうほぼもう9割方、達成してると思って構いません。この論文式試験突破が、一番の皆さんですね、なんですか、目標といいますかね、になってる。受験生は皆さん、ここが、目標になってるということですね。はい。で、公認会計士の、資格取得までですね、資格取得までの道のりをですね、ちょっとタイムテーブルを見ながらやっていきたいと思います。はい。で、今回ね、取り上げるのは、令和4年度、つまり、西暦でいうと2022年度の試験を題材として見ていきたいと思います。はい。タイムテーブル、左から右に、時間が進むところがいて、まず一つですね。はい。12月、担当式試験の第1回目ですね。なんと、令和、このね、4年度、つまり2022年度の試験の第1回目がですね、21年の12月に実施されるんです。はい、ちょっとここね、皆さん混同される方が多いんですけど、なんで先ほどですね、担当式試験は5月と12月に行われますって言わずに、12月と5月に行われますって言ったのは、この差なんですね。第1回目って実は、前年の12月に実施されます。ここ注意してくださいね。で、合格発表が2022年度の1月に合格発表があるんで、だからこの第1回の試験は、2022年度の試験と呼ぶようです。はい。ここで実施される。で、この試験を目指して勉強するのか、またはもう一個ありますね。はい。うん。まあ、大体半年後ぐらいにあるのが、担当式試験の第2回です。5月、ね、2022年5月に実施されます。合格発表は、翌月の6月ですね。合格発表になってます。はい、で、この12月と5月、ね、どっちを目標して頑張ってもいいんですけども、どちらか合格するとですね、はい。論文式試験、ね、受験することができます。で、2022年8月に実施されます。担当受かった方はですね、2022年の、8月と、23年の8月と、24年の8月ですね。計3回受けれますから、そこまで、論文は受験することが可能です。はい、で、実施がですね、金土日の3日間ですね。各2科目ずつですね。まあ、1つの科目が会計学ってなるので、正確に言うと5科目なんですけども、その会計学は、午前午後で分かれてて、やる内容も違うんで、まあ、1科目じゃなくて、まあ、2科目と捉えますね。だから、です。金曜日2科目、土曜日2科目、日曜日2科目っていうイメージです。先ほどお話した担当式試験は1日で4科目やっていくという、結構長丁場ですね。まあ、1日で終わっちゃいます。はい、どちらもですね、1日で終わっちゃいます。4科目なんですけども、論文式試験は6科目を3日間に分けてやっていくというスケジュールになってます。はい、で、この論文式試験を受験した後ですね、どういう動きになるかというとですね、はい、ここに9月から10月までと書いてますが、もう8月中でもと言っても過言ではないですね。この論文式試験終わった直後ですね。この日曜日終わるじゃないですか。この週から実は、11月に合格発表がありますから、その合格した、ね、まあ、就職するんですね、皆さん。まあ、ほとんどの方就職するんですけども、その公認会計士試験に合格しましたよということで、監査法人に就職できるんですね。で、その合格した場合の就職に備えて、監査法人の採用関係の説明会やイベントに参加します。この論文式試験が終わった直後から合格発表、11月までの間ですね、もう直後がバーッとですね、監査法人がやるイベントですね、まあ、説明会とかね、うちの監査法人、こういう監査法人ですよ、みたいな、ね、職場をこう説明したり、どういう業務やるのかとか、そういったものをバーッとたくさんも見てですね、もし合格したら、ここに、ね、ここに入ろう、ここに就職しようっていうのをこうあらかじめこう考える期間となってるわけですね。だから合格してるのかどうかわからないのにですね、もうこの就職活動っていうのをここでやることになりますね。でないとですね、合格したらもうバタバタしちゃいますからね、もうすぐもうほとんど採用の面接とかが始まりますから、はい、ちょっとかなりそこはね、特殊な業界かなと思います。で、まあ、レックもですね、この、ね、試験、金土日で行われて、まあ、この週の、まあ、木曜日ですね、この日曜日の属する週の木曜日とかに就職説明会ですね、監査法人を、今年は12社ぐらい呼んでですね、説明会をやっていただきました。で、ズームでね、やりました。やっぱり生で皆さんたくさん集まると密になってですね、感染症等のリスクがあると思いまして、Zoom でやりました。で、まあ、Q&A 機能とかがあってですね、でそこまで不便することはなかったです。はい、じゃあ次行きましょう。はい。では合格発表、11月です。論文式試験の合格発表が、2022年の11月に行われます。で、合格の場合はですね、監査法人等、まあこれ以外でももちろんあるっていうんですけど、まあ、多くの方は監査法人ですね。で、採用活動を開始します。面接などを受けるわけですね。はい、で、まあ大体、監査法人さんによってですね、大きくちょっと異なるんですけども、まあ大体ですね、翌年の2月から3月ぐらいに監査法人に就職すると。で晴れてまあ正社員という形で入っていくと。まあ、ここがやっぱり他の資格とちょっと違うところですかね。まあ、法律系だとですね、弁護士さんとかは、まあ、やはり事務所、ね、まあ、法律事務所みたいなところに入って、でそこでまあ、なんていうんですかね。まあ、規模としてはね、そこまで大きくない多分規模。まあ、大きい規模もあるんでしょうけども。とはいえですね、大企業ほどの、大きなところの組織にね、就職するということはあまりないと思うんですけども、公認会計士はですね、この監査法人というのは、とてつもなく大きなところもありますね。全世界にですね、拠点を構えているような、いわゆるもう一流企業みたいなところに就職するみたいな感じのなんかイメージなんですね。なので、ちょっとサラリーマンっぽいですね。ものすごく大きな組織に属してですね、まあ、ある程度の先輩後輩がいて、でその中でこう、仕事をしていくということなんで、資格を取ってからの動きが他のその資格と公認会計して大きく違うっていう感じがしますね。でちょっとサラリーマンっぽいと言った方がいいですかね。はい。で、公認会計士さんですね。次、監査法人に就職してから、仕事をしながらやることがあります。これです。公認会計士登録、つまり公認会計士の資格を得るための要件としてですね、皆さんここで合格しましたよね、論文修士。で合格した後、ね、ここまでもうほぼ9割方公認会計士になってますよって言ってましたけども、残りがこれです。まず、業務補助等2年以上入る。まあ、監査ですね。監査などにおける補助的な業務を2年以上、まあ、実務経験というんですけども、まあ、それを、やりなさいと、ね。実務経験、ね、を積んでください。この業務補助等を2年以上やらないといけない。さらに、監査法人で働きながら、実務補修。ね、なんか T って書いてますね。すみません。なんでもね。単位取得。何かというとですね、座学ですね。まあ、補習所みたいなところで、講義を受ける。まあ、大学の単位を取るみたいな感じでしょうかね。はい、それである一定単位を取る、ね。この2つの要件を満たす必要があります。で、満たしたらこの修了講座っていう最終テストですね。まあそこまで難しくはないテストですけども、まあ油断すると落ちちゃいますけど、この修了講座っていうのを受けて、ここで合格したら、晴れて、公認会計士として登録ができるということです。で、皆さんですね、この、公認会計士試験に合格した方がですね、なぜ多くの方が監査法人に就職するかというと、このですね、実務要件2年以上を積むことができる場所だからですね。うん、で監査法人に就職して実務要件を2年以上この要件をクリアするためにやっぱり皆さんは、多くの方がこの監査法人に就職されるということです。ここまでがですね、公認会計士ですね。勉強を始めて、公認会計士の資格を得る、公認会計士登録までの流れをちょっと見てみました。はい。で、合格した後の主な就職先ですね。先ほど監査法人というお話をしたと思うんですけども、ちょっとですね、その、就職先をもっと詳細にご説明させていただきたいと思います。試験に合格後の就職先は、はい、先ほどお話しした監査法人です。これ何かというと、監査を主たる業務とすることを目的にですね、公認会計士が集まり設立する法人になります。法人ですね。まあ、組織って言うんですかね。まあ、その他の業務としてコンサルティング、先ほどお話しした企業の経営の相談に乗ったり、M&A アドバイザリー、企業を買収したり、合併したり、あとね、自分の会社のある部門を、切り離して、別会社にしたりといった M&A の相談の、株式公開支援ですね、ベンチャー企業が株を上場させる株式上場支援、こういった業務をやっているところになります。まあ、主はでも監査です。企業の財務諸表がちゃんと作られているかどうかを見るところですね。はい。はい、あともう一つですね。税理士法人。または会計事務所ですね。税理士法人は、税理士さんの資格を持った人が集まった、税も専門的に行う法人です。まあ、税に強いですね。法人になります。まあ、これは何かというとですね、まあ、下にある会計事務所っていうのが、まあ、多くのですね、税理士さんが行うものだったんですね。会計事務所っていうのは、まあ、自分自身が一国主になってですね、まあ、税務の相談ですね、あと税の申告、あと、会計支援。これは、企業のですね、経理さんが行う、まあ、簿記の記録とか、そういった部分をこう助けてサポートしてあげる。みたいなことをやる個人事務所ですね。なんで、まあ、自分、税理士さんが一人、自分ね、まあ、所長が自分ですね。で、あと、なんていうんですかね、アルバイトさんとかを雇って、開く。非常に小規模な、組織体。まあ、基本こっちが主だったんですけども、最近この税理士法人さんっていうのが出てきてます、ね。法律によって税理士さんが法人を作っていいようになって、こういった会計事務所よりももっと大きな企業の税務相談であったり、大規模な業務をやるために、やっぱり税理士さんがたくさん、ね、集まってですね、組織を作った方が効率的だろうということで、この税理士法人というのを作ることができるようになりました。でこういった中で、公認会計士の方はですね、この税理士法人のところに入っていてですね、公認会計士さんも税はできますから、そう、公認会計士ですね、あれなんですよ。公認会計士登録した後に簡単な研修を受けるだけで税理士の資格までついてくるっていう、ね、非常にお得な部分があるんですけど、税理士試験って非常に難しいですからね。公認会計士を通ると税理士までついてくると思っています。で、まあその、税理士登録してから、ここの税理士法人に、入ってですね、サポートしたりとか。だから非常に親和性があるんですね。公認会計士の仕事も、税理士さんの仕事も。税理士さんの仕事もですね、財務諸表を作るのをちょっと手伝ったりとか、そういったこともやりますから、非常に親和性が高いんで、税理士法人でも公認会計士さんは働ける。で、自分自身で会計事務所を開いてですね、ね、こういった税務相談とか、ね、小規模に仕事をしていくということも可能です。でただですね、この会計事務所や税理士法人だとですね、監査の実務経験2年、ね、これが詰めない場合が結構あるんですね。まあ、詰めるところもあるんですけど、監査をね、やってれば詰めるんですけど、監査やってないところ結構多いんですよね、税理士法人も会計事務所。まあ、税理士法人さんも特に、やっぱりね、監査やってないところも結構ありますから、そうなるとやっぱここの監査法人に最初にこう入って、2年間、実務経験積んで、先ほどのその要件をクリアしてですね、で、ちゃんと会計士の資格をね、取得してから、まあこういった税理士法人とか会計事務所とかにこう転職される方が結構多いですね。はい。で、最後です。はい。まあ、まだまだいろいろ就職差があるということですけど、コンサルティング会社ですね。何かというと、他の企業のですね、経営改善のアドバイスを行う会社。先ほどお話ししたコンサルティングを、まあ、主たる業務としてやる会社ですね。はい。まあ、こういったところに、この監査法人とかで得たですね、経験を生かして、独立してコンサルティング会社、自分で立てて、ね、経営したりとか。あとまた一般企業っていうのもありです。何かというと、一般企業のいわゆる簿記をやる部門ですね。まあ、やっぱりお金をこう取り扱う経理部がやるんですけども、あとは財務部っていうね、ところがやるんですけど、ここに公認会計士の資格を持った、またこういう監査法人、実務経験を積んだ人が一般企業に転職する。なんてこともできます。一般企業からすればですね、簿記とかのですね、財務諸表とかをこう作るスペシャリストとかがこう企業の中にいてくれたらですね、非常にね、心強いというかですね、いろいろその、なんていうんですかね、もちろんコンサルティングみたいなことも、ね、できる人が企業内にいるわけですから、非常に心強いと。最近ね、そういった一般企業で公認会計士さんを採用するという動きがあるみたいですね。しかもかなりな上場企業とかがあるので、こういったところでですね、高い給料をもらいながら働くということも公認会計士はできるということですね。まあ、何にせよでも監査法人でちょっと実務経験を積まないと、公認会計士に、ね、資格はゲットできないので、そこだけですね、やっぱりね。はい。で、監査法人っていうのは、もうたくさんあるんですけども、その中でもですね、大きい。規模が大きい。まあ、従業員数が大きい。まあ、売上も大きい。それをですね、ビッグ4と呼んだりします。または4大監査法人とか呼んだりします。はい。ぜひですね、これ紹介させていただきたいんで、何か皆さんですね、ホームページとかも見ていただきたいんですけれども、とにかくすごい企業なんですね。はい。見ていきましょう。まず一つ目。あいうえお順で紹介します。有限責任あずさ監査法人。EY 新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、PWC、新た有限責任監査法人。この4つです。はい。これがビッグ4と言われるものですね。もう Wikipedia にも普通に監査法人ビッグ4とか、4大監査法人で検索するとヒットするぐらい超有名なところです。で、それぞれが、まあ日本で活動するときの名前はこの名前なんですけども、はい。実はメンバーファームの簡単に言えばそのグループといった方がいいんですかね。KPMG のメンバーファームです。この暑さ監査法人。グローバルな組織なんですけど、この KPMG というのはね、ものすごくでかいグループなんですけども、そのグループの、仲間といった方がいいんですかね。はい。メンバーファームと呼んだりします。バックにこういう大きいものがついてるとイメージすればいいんですかね。で、EY 新日本の方は、はい。これ、アースト&ヤングと呼びますね。EY の略、EY と略したりしますけど、アースト&ヤングのメンバーファームです。この EY 新日本というのはね、トーマツはデロイトのメンバーファーム。で、新たは、はい、PWC、もう名前の前に書いてますけど、PWC のメンバーファームと、この KPMG、アースト&ヤング、デロイト、PWC、とてつもなく大きな、組織です、ねそれの、仲間ってことですね。この KPMG の仲間、厚さは、新日本は EY、アースト&ヤングの仲間、東松はデロイトの仲間、新たは PWC の仲間、ね、グループ。ということを、ぜひ覚えておいてください。はい。で、この4大監査法人についてお伝えすることがあります。世界で最も魅力的な企業ランキングですね。2018年に公表したものがあります。はい。何かというと、ある、企業ブランディングを専門とする国際組織の世界12経済大国、日本も入ってます。ねで、ビジネス、エンジニアリングを専攻する学生を対象した調査により、大学生ですね。大学生を対象とした調査でですね、最も魅力的な企業ランキングが発表されました。アンケートを取ったんですね。全世界ですね。全世界って、12経済大国ですけども、主要12カ国といったものですかね。その大学生が、ここが一番魅力的だと、ね、入りたいと思う企業というのランキングが、発表されたんですね。そうすると、先ほど紹介した4大監査法人、すべてがトップ10入りをしています。はい、全部です。全部入ってるということですね。はい。で、他のトップ10入りした企業ですね。4大監査法人は4つ入ってますから、残り6企業が入っていますけども、皆さんの知ってるものばかりだと思います。Google、ゴールドマンサックス、Apple、JP モルガン、マッキンゼーカンパニー、ね、あとマイクロソフトですね。もうそうそうたるメンバー。こういったですね、もう超大企業と肩を並べるのが先ほどご説明した4大監査法人ということなんです。で、ぜひこれを覚えていただきたいのが、全世界のですね、学生さんが入りたいと思うこの4大監査法人なんですけども、似たようなアンケートを日本でやるとですね、この4大監査法人は入ってこないということですね。はい。全世界的に超一流の組織の4大監査法人なんですけど、実は日本人はあまり認知していないっていうね、非常に損をしているような感じになるんですね。で、お伝えしたいのが20代でですね、20代で、公認会計試験の論文式試験まで合格したらですね、ちょっと戻りますね。公認会計試験の論文式試験まで合格したら、はい、21でもいいですし、29歳でもギリギリ OK ですかね。したら、監査法人就職とありますけども、ほとんどの方、20代であれば4大監査法人に入れます。はい、4大監査法人に入れます。それだけですね、公認会計試験に合格すると、はい、非常にアドバンテージを持っている。しかも公認会計士に合格すればですね、本当に、入社するためにですね、筆記試験などなくですね、簡単な面接を何回か繰り返して、したら、4大監査法人にもうほぼほぼ入れるということなんですね。こういった Google、ゴールドマン・サックス、Apple、JP モルガン、マッキンゼー、マイクロソフト、これらと肩を並べる4大監査法人にほぼほぼ入れるというですね、非常にこの公認会計士の試験に合格した途端に大きく世界が変わるような感じになります。先ほど話した通り年収も非常に高いです、ね。で、面白いお話があるんですけども、私の知り合いのね、大学生の人がですね、合格しましたと。まあ、22歳ですね、大学卒業してる頃は。お無識試験合格して、まあ、監査法人に就職しますけども、1年目でもう海外旅行行ってたりしますね。はい。まあ、繁忙期が非常に明確に分かる職業なので、はい。まあ、その名の通り、監査をするあたりが非常に、忙しいんですね。で、財務諸表っていうのは、企業の決算ですね。まあ、日本の企業大体3月が決算だと思うんですけど、決算があって、財務諸表を作ってもらって、それを監査しますから、まあ、4月5月がやっぱり非常に忙しいんですね。で、逆に言うと、8月とか夏とかになるとですね、あまり夏を決算とする企業が少ないことから、非常に休みが取りやすいと。なので、有給を取ってですね、例えば1ヶ月ぐらい丸々休みを取ってしまう。ということも、人によっては全然できる。で、給料も高いわけですから、ね、海外旅行をね、長期海外旅行に行ったりとかもできるということですね。非常に働く環境も素晴らしい。なので、ね、世界中の学生が、ね、非常に魅力的だにね、就職したいと思われる企業、4大監査法人トップ10に入っているということです。はい。で、ここからはですね、そういった公認会計士、魅力的な公認会計士、この試験の勉強を高校生から始めるメリットを紹介していきたいと思います。はい。まず一つ目、はい。集中力と記憶力。集中力と記憶力が一番高い10代。そう。今、皆さんが聞いている高校生の皆さん、一番集中力と記憶力が高い時期なんですね。この時期にですね、公認会計士試験を、非常に早い段階でこう学習するということは、非常に他の方々よりもアドバンテージを得ることができます、ね。どんどん吸収していくということです。はい、そしてもう一つ、大学在学中合格。高校時代から学習をスタートすればですね、まあ、何回もチャレンジできるわけですね。残念ながら落ちてもですね、チャレンジしてって、まあ、大学生になってもまたチャレンジしてみたいな。で、在学中に論文式試験まで合格できる可能性が非常に高まるということなので、大学を卒業してすぐ監査法人に就職するということも見えてくるわけですね。なんで、なんか、公認会計試験、やはり、難しい試験ではありますので、受験浪人される方も結構います。ね、大学卒業してもまだ合格されていない。または社会人のまま社会人を辞めてですね、勉強に専念されている方。浪人しているので、勉強の、なんですかね、勉強だけやっているような状態になってたりとか、する方々結構いるんですけども、高校時代からね、公認会計士試験を学習していればですね、チャレンジできる期間も長くなりますよね。学生の状態でチャレンジできる期間が長くなりますから。高校終わっても、大学でまたチャレンジするってこともできますから、ね、そういった空白期間っていうんですかね、勉強しかやっていないというような期間が、少なくなる、ね。リスクとして少なくなるだろうということですね。あと、はい、もう一ついきます。はい、経済的な自由の獲得。これ何かというとですね、まあ、大学生の段階で論文に合格すればですね、大学に通いながら、4大監査法人、まあ、4大だけじゃなくてもいいですね。普通の監査法人でもいいです。で、非常勤として働くこともできます。まあ、アルバイト的な感じで働くと。なんと時給ですね。また約3000円ぐらいもらえたりします。で、1日例えば7時間勤務すると、1日2万1000円の給料をですね、大学生が手にしてしまうと。はい、だからですね、まあ、ね、いろいろ大学生さんがやってるバイトの時給とか、まあ、大体は1000円とか1500円とかじゃないですか。つまり3倍から2倍のお給料で働くことができるようになりますので、もう大学の段階で結構なお金を稼ぐことができますから、例えばですね、ご両親に大学の学費を払っていただいてるんだったら、ちょっとね、少し返済してあげたりとか、父の日、母の日とかに、結構なプレゼントができたりとか、あと、まあ、大学ですね、仕送りとかでですね、寮に暮らしている方とかも、まあ、そういった経済的援助、ね、ご両親からいただいている経済的援助を、少なくすることができるので、ね、ご両親に頼らずに、自分自身で生計をある程度立てれるようになったりとかですね、こういったですね、経済的な自由をもう早い段階で獲得することができる。ものすごく高い時給で働くことができます。でまた、この監査法人で非常勤として働くことのメリットとしてですね、法人さんによっては実務経験の期間としても計上されたりしますから、ね、実務経験2年積まないといけないというお話をしましたけども、その監査法人に就職した段階でもうアルバイトとして、ね、実務経験ちょっと積んでたってことね。あともう2年じゃなくてあと1年半くらいだっていうことも可能なわけですね。非常にメリットが高いと。じゃあ次いきます。はい。可能性の拡大と書きました。論文合格をすればですね、4大監査法人への就職、先ほどお話したような超一流企業ですね、行きたい企業ベスト10にね、Google とかと肩を並べるような超優良企業に入れるだけではなくてですね、コンサルティング会社、コンサル会社ですね、あと一般企業の CFO などですね、これ後で説明しますが、10代、20代前半の段階で人生の可能性が大きく拡大すると、いろんなものになれるわけですね。だからもう20代前半で公認会計士を持っているというだけですね、いろんな、もう一般企業行っちゃってもいいですし、もういろんな選択肢が見えてくるということで、ものすごく、早い段階で勉強して資格を取るっていうのはめちゃくちゃ選択肢、人生の選択肢、可能性を大きく拡大するということですね。で、ここで言うですね、CFO、これ何かというとですね、チーフフィナンシャルオフィサー、最高財務責任者。なんかちょっと聞いたことないですか ?CFO とかね、何かニュースとかで。これはですね、企業における財務戦略の立案執行を行う責任者です。ね、企業の責任者ですね。かなり上層部だと思っていい。もう社長にですね、例えば、この財務戦略のやつは、財務の責任者ですから、いわゆる財務諸表とかをこう見てですね、分析して、うちの企業は結構資産持ってるから、もっとこういった分野に投資していこうとか、うちの企業は負債が多いから、こういう、計画で、負債を返済していこうとか。ね、うちの収益はこういうふうに獲得しているけども、ここに工場を建ててもっと新しい製品を作っていけばもっともっと利益を上げられるだろうといったですね、財務諸表を元にを裏付けとして戦略、これからこういうふうにやった方がいいんじゃないかという戦略を社長ですね、社長に提案したりですね、することができることをこの CFO と言ったりします。で、公認会計士の資格っていうのはこの CFO に必要な知識をかなり網羅されているので、CFO になる可能性もあるということですね。もちろんですね、監査法人とか、あと一般企業とかの経験とかもね、ある程度必要ではあるとは思うんですけども、こういった可能性を秘めているということです。はい。高校生から勉強を始めると、こういったいろいろな、ね、メリットがもっともっと見えてくるということですね。はい。ではですね、じゃあこの公認会計士。まあ皆さんまだ目指すかどうかは分かりませんけども、もし目指すのであればですね、やはり独学ではなくて非常に難易度の高い試験ではありますから、やはり講座をどこかの学校で申し込んでやっていくということになると思います。で、公認会計士の講座ってこういった特徴があります。一般的な特徴ですね。失礼しますね。はい。まず、思い出してください。担当式試験という一次試験を突破しないといけません。はい、この担当式試験は合格率。1回あたりの合格率ですよ。2回あるうちの1回。ね、受験した方の 10% から 15% 程度しか合格しない。非常にやっぱり難易度が高いんですね。で、この担当式試験を合格された方だけ、論文式試験を受験することができます。はい、合格率はなんと 35% です。担当受かって、じゃあ今度論文を受けますよね。そしたらその中の3人に1人以上ですね、合格すると。で、先ほどお話した通りですね、3回チャレンジできるわけですよね。担当1回合格すると、論文に3回チャレンジできる。35% ものを3回チャレンジできるわけですから。ね、論文式試験っていうのは結構突破できそう。まあ、担当よりは突破できるんではないかと。確率から見てそういう感じですね。で、一般的な講座ですけども、こういう試験に対してですね、赤はこの担当式試験を突破するための講座、担当対策講座と、論文対策講座。はい。これを、一般的な講座はまとめてセットにしたものを購入することになります。お値段は合わせて65万から80万円もするということですね。はい。まあ、公認会計士の、勉強ですね。たくさんの教材がやっぱりありますから、講義のコマ数も多いですので、まあ、これぐらいするということですね。で、ちょっとここで疑問なのがですね、皆さん、この論文式試験って、まずこの担当を突破しないとですね、受験することすらできないのにですね、勉強を始めた段階から、担当だけじゃなくて、この、ね、論文式試験も、この購入させられるっていうね。しかも学習を超えて同時並行で進む部分もあるわけですよ。でも見てください。担当式試験。合格率 10% から 15% ですよ。で、なのに、この担当も論文もこう申し込みをしてですね、まだ受かるかもわからない担当式試験、論文式試験のね、受かるかどうかも、担当受かるかどうかもわかんないのに、ね、その先の論文まで講座をこう買って、勉強もこう同時並行にしていく。っていうのが一般的な講座です。大昔からずっとこれが当たり前とされてきました。でもこれ、おかしいですよね。担当式試験と論文式試験だと合格率だけ見てもですね、論文は簡単とは言いませんけども 35% ある。でも担当っていうのは100人中10人から15人しか受からないような、90人とか85人が落ちるような試験なのに、ね、まだ受験すらできない論文の対策まで同時並行で買って勉強していくって非常に効率悪いですよね。なので、レックはですね、こうしています。レックの講座は、はい。まず最初に、そう、一番難しい担当式試験を突破するためだけに作られた担当専門のコース、担当合格コースっていうのをお申し込みいただいていきます。お値段は23万円から29万円です。はい。で、この担当合格コースはもう担当式試験で出ることしかやりません。講義とか教材とか全てカリキュラムとかもで全力で担当を突破する。なぜなら担当一回突破すればこの論文式試験に専念できるんですよね。ね、もう担当一回合格すれば3回論文にチャレンジできるわけですから、担当のことは忘れてずっと論文に専念できる。だったら担当をまずクリアすることに第一目標を置いて全力を注いだ方がいいじゃないですか。で、こちらが効率的だと。なんで最初に担当の対策のこのコースだけを購入していただいて、全力で担当突破を目指す。で、担当式試験、合格しましたと。合格したら、今度は、担当に合格した人に、あとプラスアルファ論文を突破するために必要な部分だけを集めた。論文合格コース。論文突破に特化したコースですね。論文合格コースを、はい、5万円でお申し込みすることができます。これはちょっとね、特別価格ってなってて、この担当合格コースをお申し込みしていただいて、そのコースの目標年度の担当式試験ね。あ、目標とする担当式試験をね、一発合格したら、一旦まず担当合格した体験記を書いてもらって、ね、うちのですね、広告物として使わせていただく、ね、これに OK いただきましたら、論文を5万円でお申し込みすることができるようになっています。はい。そうですね。論文に今度は専念して、論文突破だけを考えて勉強していくと。なのでですね、LECの講座は、担当に一発合格すれば、論文まで28万円から34万円いきます。非常に安い感じですね。あと、効率的だと、ね、効率的だと思いませんか、やっぱり。で、受かる、こっちね、一般的な講座。勉強を始める段階で受かるかどうかもわからないような論文まで買わされてしまうね。で、65万から80万円します。で、勉強量も多いですよね。学習スタートした段階でこの面積を勉強しないといけません。もちろん多分担当の方の、勉強の方が主になるとは思うんですけども、ちょっと論文まで口頭自閉してやると。しかも購入しちゃってますからね。で、高校生の方々、ね、高校の学費、まあ、大学になったら、今度は大学の学費が、払わないといけないのに、さらにプラスでこの65万から80万円というお金を、ね、負担することになると。ただ、LECですと、効率的に考えます。担当を目指すために、担当合格コースだけ、最初に、費用負担していただく。23万円から29万円です。で、一発で担当に合格すれば、はい、論文のみは5万円で、ね、担当のまず体験記を書いていただければ5万円で申し込みできますから、はい、合計すると28万円から34万円で済むということですね。はい、非常にリーズナブルな、形式になっています。で、例えばですよ。学習をスタートして担当合格コースをお申し込みしていただいて、担当式試験受けます。もしもダメだった場合ですね、担当式試験合格できなかった場合、その方々にも、ちゃんと救済装置を用意しております。はい、そうすると、今度は次の担当式試験ですね。ここが12月だったら、次の試験はここが5月になりますね。はい、ここが5月だった場合は、ここが12月になると思いますね。はい、まあ、目標としていた担当式試験、ダメだった場合は、まあ、半年後の担当式試験を目指すと思うんですけども、こうなります。次の担当式試験を対策する講座と、それをもし合格した場合の論文の対策。この2つですね。はい。合わせて22万円でお申し込みできるようになってます。今回この論文合格コースでダメだった場合は、次の担当と、ね、論文を目指せるこのコースを22万円でお申し込みできます。しかも、他の一般的な講座と違って、やはり担当に特化、論文に特化した講座編成のものを買っていただく形になりますから、同時並行的な学習はありません。で、ここでですね、なぜこうセットになっているかというとですね、また担当だけね、再受験用の担当だけ申し込みして、で、その後にここが良かったらこの論文だけまた申し込んでっていうふうにしない、なぜしないかというとですね、ここが12月、つまりここが5月だった場合をちょっと考えていただきたいですね。ここが5月だった場合ですね、次の論文って8月ですから、3ヶ月後に論文が来るんです。5月の担当を突破した段階の問題点って、論文までの期間が3ヶ月しかないということなんですよ。ここが12月だった場合、12月だった場合はですね、次の論文まで8ヶ月ありますから、論文対策としては8ヶ月っていう勉強期間は十分あるんです。でも、ここが5月だった場合、3ヶ月後の論文。これはさすがに結構厳しいですね。なんで、ここが5月だった場合は、ここの、担当対策と論文対策ですね。同時並行で、学習する必要もあるので、ここの部分はセットに出演させていただいてます。はい、で、論文合格コースを申し込んで学習を始めて、その目標とする担当式試験が不合格だった場合でも次の担当と論文が合わせて22万円でお申し込みできますから、この場合でもですね45万円から51万円の費用負担で済むことになります。はい、こういった一応救済措置があるということですね。これがレックの講座の特徴になります。はい、じゃあなぜこんなに安いのかっていうのをね、説明させていただきます。なぜレックは安いのか。一つ目です。まず生講義が一箇所しかやってません。全国で一箇所しかやってません。通学、ね、まあ生講義ですね。通学は担当の講座は渋谷、論文の講座は水道橋でのみ生講義を実施しています。で、関西の梅田、神戸、あと中国地方の岡山などは同時中継をしたりですね、あとビデオ放映して、通学の講座をやってるという形。つまりですね、全国で生講義をしていないね、全国各地で生講義をしていない分ですね、一箇所でしかやってませんから、それだけコストを大幅に圧縮できているということですね。はい、いろんな、地区でですね、生講義をやると、それだけ講師の数も必要になりますね。なので、その分だけ、講師のお給料も増えていくわけですから、例えば10箇所やれば、レックの1箇所ですね、レックよりも10倍のコストがかかっているということです。その分、やはり受講料ですね、価格に反映されて、価格は高くなってくる。レックは1箇所だからやりやすいということですね。あともう一つ。生講義を収録して通信化。これ何かというとですね、レックの通信講座は主に生の講義をですね、その場で、特殊なカメラを使って撮影しています。はい、これを、通信の講座として売ってるわけですね。はい、で、ゆえにですね、生は生、通信は通信。で、別々にこう新たに収録している学校と比較して、やはりコストが圧縮されますよね。ね、ここでやってる生をそのまま収録して通信の講座として売ってるわけですから。ね、生をやって、さらに別で、通信は通信でまた収録してってやるとまたね、講師の方のお給料が倍になってるわけですから。そういうことはせずに生の講義を収録して通信化してますから、やはりここでもコストが圧縮されて安くなっていると。あとはもう一つですね。はい、教材のほとんどを自社で印刷梱包を実施しています。はい、専用の印刷機で高い品質を維持しています。これ他のですね、学校さんはですね、ほとんどのところが、印刷は外部の企業に委託してます。梱包も外部の企業に委託してます。はい、そうすることでですね、委託するための費用がかかりますよね。ではなくて、弊社はですね、自社の、ビルの中に印刷機があってですね、はい、専用の印刷機で印刷して、それを梱包して発送していますから、その分だけ、安く済んでるということです。はい、で、品質もですね、かなり維持されております。はい、とですね、はい、カリキュラムの効率化です。先ほどお話しした通りですね、一般的な講座っていうのは担当と論文を同時並行するカリキュラムです。で、LECは担当を突破するために必要な部分だけを抽出した担当5科コース、担当専用のコース。で、論文を突破するためのコースね、講座。で、論文専用ね、それぞれの講義や教材やカリキュラムを徹底的に洗練していますから、ね、重複したですね、学習項目っていうのがない、ね。担当を突破するためだけにこれだけが必要、最低。論文を突破するためにこれだけが必要。ということで、担当と論文で二重で教えてしまっているっていうものも全くないので、その分だけカリキュラムが効率化されてスリムになってますから、ね、その分、コストもですね、そこにかかる講義を収録するための時間のコストであったりとか、そういったものがこう、コストカットがされているということですね。はい、この4つがLECの受講料が安い理由になります。はい、あと、勘違いしやすい合格率。これ何かというとですね、まあちょっと紹介したいと思うんですけど、ちょっと合格率ですね。公認会計士試験の合格率って3種類あります。何か。まず担当式試験の合格率見ていくと、まあ、10% から 15% と言いました。まあ、15% としましょう。これだけの人が受かるんですね。はい。で、次。論文式試験の合格率ですね。担当を合格した人しか受けれません。担当を合格した人が論文を受けると 35% の人が合格します。はい。あとですね、こういった合格率もあります。はい。担当式試験の1回目と2回目のうちですね。どっちか合格して、で、その年の8月の論文式試験を合格する合格率。そうですね。担当。まあ、1回目を突破して、8ヶ月後の論文をストレートで突破する方。また、2回目を突破して、ごめんなさい。1回目を突破して、12月の2回目を突破して、8ヶ月後の論文を突破する。ストレートで突破する。または、2回目、5月の2回目の担当を突破して、3ヶ月後の論文ですね、を突破する方。まあ、ストレートで突破する方。または、1回目ダメだったけど、2回目で突破して、で、3ヶ月後の論文を突破する方。ね。まあ、ストレート合格的な意味合いですかね。まあ担当はね、どっちか、1回目失敗して2回目で受かってることも OK になってますけど、まあ、ほぼほぼストレートで論文に合格する合格率ですね。あとですね、この年、この論文が行われる年の担当じゃない、前に、ね、担当合格した人が論文式試験を合格する確率。これ合わせたものですね。そうですよね、その年で担当合格した人だけが論文を受けるわけじゃなくて、論文を最大3回受けれますから、その年じゃない、前の回と前の回の担当合格した人も論文に受けれますから、この人たちを全部ひっくるめると、合格率って 10% ぐらいになるんですね。はい。で、大体半々ぐらいです。受験する割合。その年で担当合格した人が論文チャレンジする人数と、かつて論文合格した人、すみません、担当合格した人が論文を受験する人が大体半々ぐらいですね。これら全部含めると大体 10%。やはりここの合格率がやっぱり低いんですよね、やっぱりね。担当合格してすぐストレートで論文合格するっていう、まず担当合格するまで、ね、先ほどお話しした通り 10% ですからね。まあ1回目、2回目、2回チャレンジした場合はもうちょっと上がりますね。これももうちょっとありますけども、さらにその後に論文まで合格するわけですから、全部ストレートで、ね、合格する人とかも、こう、全部混ぜて入れちゃうと、その年の論文の合格率っていうのは大体 10% ぐらいしかないということですね。で、ですね、巷のウェブサイトとかで、語られているで公認会計士っていうのは 10% の合格率なんだよっていうのは、ここですね。ここを指します。はい。まあ、そうですよね。ウェブサイトで公認会計士の試験制度をね、合格率とかを調べている方にですね、まず、一次試験、担当式試験があって、その合格率がこれでですね。で、二次試験の論文に進めて、これで、みたいな感じで、こう、ウェブサイトの記事書いていくと時間かかるので、もう、ここの、全部まとめて、ね、10% でいっちゃう場合がある。でもまあ、冷静に考えるとですね、論文式試験自体は 35% の人が受かるわけですよ、ね。で、担当も突破して論文も突破しないといけないみたいな人たちを入れると 10% まで、ね、ストレート合格者とかは入れちゃうと 10% まで下がりますけど、まあ論文で 35% なんですね。うん、で、この合格率に対してですね、今、巷でね、ウェブとかでよく見る合格率があります。はい。あるウェブで見かけた合格率ですね。そこには論文式試験の合格率、ね、うちはこれだけ合格しますよっていうのを書いてですね。はい。それが 43% ぐらいのものが、うちはこれだけ合格しますよみたいな感じで、まあコマーシャルとして、あったんですけども。で、ここと比較してるんですね。そこのコマーシャル。ね、それでうちの合格率は、ね、10% じゃなくてその4倍合格しますよ。だからうちは非常に高い合格率を誇りますよ。みたいな形でコマーシャルしてるんですけども、これちょっとおかしくないですかね。うん、このあるウェブで見かけた合格率は論文式試験がうちの講座で論文式試験を合格した人の合格率ですってあるんですよね。でもこっちの合格率って、ね、論文どころかその年に行われた担当も突破してさらに論文まで突破している人も混ぜてる合格率ですから、そりゃ低いわけですよ。はい、なんでこの赤い部分の合格率と比較するのはですね、この 10% と比較しちゃダメなんですね。じゃあどこと比較するか皆さんで分かりますね。ここと比較しないとダメですよね。そうですよね。論文の式試験は、ね、例えば100人受けたら35人受かりますよっていう試験じゃないですか。うん、その名の通り、論文式試験しかここは見てないんですから、ね、この説明、ウェブのね、見かけたこの合格率、説明文書いてて、まあ論文式試験しかスポットライト浴びてないですよ。担当ストレートで合格したみたいなこと何も書いてない。論文式試験だけのお話しかないわけですから、そうすると、まあ、ここと比較しないといけないですね。しかもこう比較するとですね、まあそんな変わんないですね。そんな変わんない。うん。まあそんな変わんないから、やっぱコマーシャルとして弱いから、やっぱこっち選んじゃったんでしょうかね。でもこれはダメですよね、やっては。うん、担当ストレートで合格した人を入れた合格率としてこっちは作らないといけませんからね。しかも半々で分けないといけないですから。はい。でこれは非常に勘違いしやすいですね。で、こちらのね、論文式試験の合格率を冷静に見てみると、論文式試験受験者が例えば100人だとすると、まあ35人、そのうちの35人が受かる試験じゃないですか。ね、35% って。で、こっちのあるウェブで見かけた合格率っていうのは、まあ、講座を申し込んだ人が100人で、その中から論文が43人合格するっていうことかなと思ったら、どうやらこれも違うんですね。よく見ると、この分母、講座を申し込んだ人ではなくて、カリキュラム修了者、講座を申し込んだ中でも、ね、うちのカリキュラム終わった方、みたいなね。だから、途中、なんで、まあ、多分8割ぐらいなんでしょうかね。8割ぐらいカリキュラムが終わってる方を分母として、その中から43人って言ってるんですね、合格してる人。つまりですね、となると、まあ講座を申し込んでいる人の中から、何人かやっぱりね、そのカリキュラムを終了していない人がいるということですから、例えば2割、ね、カリキュラムを終了できていなかったとすると、そのカリキュラム終了者は20人少なくなって80人ですね。で、この 43% っていうね、この合格率ですから、はい、43% ですよね。そうするとですね、この式を完成させるには合格者35人ぐらい、ね、35、6人ぐらいかな、になるわけですから、こっちの普通の論文式の合格率と変わらないってことになっちゃうんですね。だから特にそんなにすごいことじゃないのにですね、あたかもこっちとね、こっちの担当ストレート合格者、担当から論文までストレートして合格している人たちを混ぜた合格率とわざと比較してですね、うちの合格率高いですよみたいなことをこうやってるようなことが結構ウェブでちょっと見かけたので、こういうのは皆さん勘違いしないように冷静にですね、判断されればいいと思います。そうですね。はい。で、大手予備校が合格率実は発表していないんですね。はい。で、レックもしてません。これなんでかというとですね、ちょっと理由がありまして、複数の予備校を利用している。例えば担当講座は A 校で、論文講座は B 校で、複数の予備校を利用している場合ですね、合格率の計算できませんよね、これね。まあ、論文だけで出すとか、担当だけで出すっていうのはできるとは思うんですけども、ね、じゃあ通期でね、どうやって合格したかってなると、2つ使ってるんで、こう出せないですね。ね、A だけで何%合格しましたとか言えないじゃないですか、これだとね。B だけとかで言えないで、結構こういうのがあるんですよね。担当までは栄光で、で、ちょっと論文からちょっと学校を変えようという方も結構おられるので、こういったちょっと、ね、一次試験、二次試験分かれてるせいで、合格率が出しづらいという、ね、ことが起きる。あと合格率はですね、先ほどお話した通り、論文 35%、担当 15% ですから、論文よりも担当の方が低いわけです。はい、で、最後の試験である論文式試験の合格率よりも担当式試験の合格率の方が低いわけですね。だから担当を合格させた学校の方が、まあ、ある意味ちょっと優れてるとも言えるとは思うんですね。でも、まあ、最終合格者っていうのは論文講座を申し込んだ予備校のみ合格率の実績になるわけですから、そうですね。最終的に合格したよってなると、論文式試験に合格したことを意味しますから、論文の講座を申し込んだその予備校、その学校の方の実績になるわけですね。で、それで合格率を本当に算定していいのかと。ね。そうですよね。担当を合格させた学校もやっぱりすごいわけですからね。なんて、合格率としては担当の方が低いですから、難しいわけですからね。こういったちょっとジレンマがある。最後3つ目。論文合格者数のみを発表。これ何かというと、この2つをですね、理由としてですね、はい。大手予備校はですね、論文講座のコース。これ何かというと、論文の対策講座を、たくさん集めた。知識を入れるためのインプットの講座と、あと、本試験のテスト形式の答練とか、あと模擬試験ですね。それらをパックにした、コースっていうのが、まあコースって言うんですけど、それパックしたもの。そのコースを申し込んでいる合格者は、そのコースの予備校。で、A っていう学校の論文コースを申し込んだら、で、それで合格したら、A っていう学校の合格者としましょうよ。っていう、その大手予備校のね、レックもこの暗黙の了解の中に入ってます。で、やろうよっていうふうに、大昔実は決めたんですね。はい、消費者庁とかからね、ちょっといろいろと、ダブルね、合格者をダブル計上している部分があるんじゃないかということで指摘されてこうなる。で、あともう一個ですね、合格者ね、あなたのところの学校の合格者として計上していいですよっていった同意書を交わした方を合格者とする。という場合もあります。はい。片方だけだったり、両方だったりはしますが、こういった、ですね、いわゆるこれからお申し込みされる方々が、まあ、誤ってですね、判断しないようにですね、合格率ではなくて、合格者数のみだけを発表していたりする場合があるということですね。はい。まあ、大手だと大原さんとかがそうですね、この論文合格者だけを発表しています。まあ、こういった理由があるわけですね。じゃあ、LEC は合格実績、どうやって公表しているかというと、LEC はですね、担当を合格された方、担当合格者は、担当合格コースを申し込みされている方で、もうこのコースをされている方だけです。他の担当の講座、このバラ買いしている方です。バラバラになっているものじゃなくて、コースを申し込みされている方だけで、しかもそのコースの目標の担当式試験に合格されて、さらにその担当合格体験記、担当こうやって受かりましたよっていう体験記の執筆と、それをウェブサイトとかね、あと広告物の公表の同意をいただいた方だけ担当合格者としてウェブサイト等で公表してます。はい、ここまでちょっと厳しくやってます。大昔から実はLECはこのルールでやっています。だから実際にLECで合格された方の中でもかなり少ない方々ですね、が、ウェブサイトで広告させていただいているという形になります。で論文もまあ似たような形で、論文の合格者が最終合格者、ね、呼びますけど、論文合格された方はですね、論文系の講座を申し込みされている方で、LECのね、その講座の目標の論文式試験に合格された方のうち、さらに論文の合格体験記の執筆と公表ね、ウェブサイトやチラシで公表していいですかね、OK ですよっていう同意をいただいた方だけですね、論文合格者として公表しています。このようにですね、かなり厳密に、本当にこの人合格者だよと。まあ、もっともっとたくさん担当も論文もたくさん合格者いるんですけども、まあ、ちょっとトラブル等がないようにですね、もう本当に一部の方だけをこうやって公表させていただいているような形を取らせていただいております。LECのですね、ホームページに合格体験記っていうところがあるんで、そこで、いろいろな方々のですね、合格体験談、見ることができますので、ぜひアクセスしてみてください。はい。で、LECの講座を紹介させていただきます。これから公認会計士を目指す方向けの講座。LECはこの2つがあります。まず1個目。丸年の2月から7月学習スタートする方。はい。ね、2月から、まあ、冬明けから、まあ、夏手前ぐらいですかね。2月から7月に学習をスタートする方、これをお勧めしています。その年のプラス1年の5月の担当式試験。だから大体学習期間は1年から1年半ぐらいですかね。はい、この、まあ、翌年って言ったわけですね。翌年の5月の担当式試験を目指すコース。担当合格コース。春生ですね。2月から7月に学習をスタートしたいっていう方は、この担当合格コース、春生を、ね、1年から1年半かけて勉強していただく。このコースをお勧めします。そしてもう一つのコースですね。はい。8月から1月までですね。8、9、10、11、12、1。この期間から学習する方ですね。この期間のどこかで学習スタートされたいっていう方は、はい。まあ、ここの8月から行くと翌年ですかね。ちょっと年変わ、1月は年変わっちゃってるんで同じ年になると思いますけども、まあ12月の担当式試験向けの担当合格コース、秋生。8月から1月の期間で学習をスタートする方は、担当合格コース、秋生をお勧めしております。これもやっぱり1年から 1.5 年ぐらいですね。かけて、試験を目指していくと。で、共通する部分があります。どのコースもですね、まあ、LECは担当のコースはこの2コースしかないんですけど、どちらもですね、簿記の経験がゼロからでも始められるようにできています。全く簿記知りませんという方でも全然勉強できる設計になっています。はい。この2つのうちどれかですね。で、今12月ですから、こっちですかね。8月から1月。8、9、10、11、12、1ですから。今から始める方は、こちらの担当合格コース、秋生をお勧めするということですね。はい、で、LECの講座のですね、メリット。メリットをね、紹介させていただきたいと思います。たくさんあるんでですね、パパッと見ていきましょう。はい、低価格でハイクオリティ。価格が安いっていうのは皆さん先ほどのお話で分かったと思うんですけども、2021年もですね、担当合格コース春生の、通学クラス、渋谷駅前本校の、通学クラスで実施したアンケートで、なんと 83% の方が、うちの講座はとても満足と回答しています。特に満足している部分で 87.8% の方が講義のクオリティがいいということを回答されています。安いんですけども、講義のクオリティ、ね、ハイクオリティであるということです。はい。二つ目、通学は Zoom でリアルタイム視聴も可能です。今、この Zoom ですね。はい担当合格コースのいわゆる通学をお申し込みの方ですね、受講経済、通学と通信があるんですけど、通学をお申し込みの方は、前半のインプット講義である、知識を入れる講義のこと、インプット講義って言うんですけども、はい、これが担当入門講座っていうんですが、これをリアルタイムで、Zoom で受講が可能です。つまり渋谷とかでやってるんですけれども、渋谷に行かずともですね、例えば喫茶店とか、ご自宅とかで、その生講義をパソコンとかタブレット、スマホで受講することが可能です。場所を選ばないということですね。はい、欠席してもですね、翌日17時からウェブで受講できる。何かというと、通学の講義を欠席しても、ここでいう欠席はですね、そこの、教室に行かずに、ズームで見れる。でも、ズームでも見れなかった方ですね。で、その講義の翌日17時からですね、欠席した講義を2週間の期間でウェブで受講が可能です。この欠席ウェブフォローっていうのを標準装備しています。パソコン、タブレット、スマホで欠席した講義をいつでも視聴できますから、学習のペースをいつでも軌道修正が可能です。ちょっと遅れそうだなと思ったら、この欠席ウェブフォローで追いつくことが可能ということですね。はい。で、やっぱり今、ね、感染症とかの、問題がありますから、通学をお申し込みされて、ズームで受けるとかね、そういった感染症ちょっと気になるという方は、非常に便利なシステムになってますね。はい。で通学に Web または DVD のフォローが標準装備です。はい、通学には2種類あって、通学 Web フォローというのと DVD フォローという2種類があります。通学 Web フォローなら Web の動画で、通学 DVD フォローなら後日発生される DVD で繰り返しなどでも受講することができます。はい、先ほどのフォロー以外にも、通信の講座がついてくるとイメージできます。ただ、ウェブ、ね、通学ウェブフォローの、このウェブ動画なんですけども、講座の目標の試験日の属する月の末日まで。はい、12月担当向けだったら、12月31日までしか見れません。これだけはご注意ください。はい、5月だったら、ね、5月の担当式試験向けの、コースだったら、5月30ですかね。31か。5月31日まで、ね、ウェブ動画が見れるということですね。はい。講義の動画をダウンロード可能。これ非常に便利なんですね。通信ウェブの方、ね、受講形態が通信ウェブの方、または通学ウェブフォローの方。講義の動画や音声を無料でですね、パソコン、タブレット、スマホにダウンロードが可能です。なので、通信量ですね、制限がかかってですね、動画見れなくなっちゃったりとかあるじゃないですか。で、動画ってすごく通信量かかりますから、じゃなくてダウンロードしちゃって、家でダウンロードして、電車で見放題、ね。通信量とか電波状況を気にせず、いつでもどこでも学習することが可能です。はい、これ非常に好評です。はい。で、ウェブで24時間質問相談が可能です。LECの公認会計士のコースであったり、パックってついているものを申し込みの方はですね、通学、通信問わず、受講形態は問わず、LECのインターネットサービス、オンラインスタディ SP、ここで講義とかを受けるんですけども、ね、サイトですね。勉強サイトですね。これに教えてチューターというサービスがついています。これでパソコンとかタブレットとかスマホから24時間メールのような形で質問ができます。で、回数制限もあります。何回でも質問することが可能です。だって分からなくなったらもうその場ですぐね、聞いちゃうってことも可能ですね。はい。で、なんと LINE でも質問できます。持ってます皆さん、スマホのね、LINE です。緑色のアプリですけども。はい。コースパックを申し込める方、レックの公認会計士のコースパックを申し込む方は、財務会計論は影山先生、管理会計論は二宮先生、企業法は森村先生、監査論は教材を作っている講師にアプリ、LINE で学習上の質問、相談ができます。アプリでですね、スマホでこう、その場で質問できます。例えばは、ね、文章で説明するの難しいものだったらあるじゃないですか。それだったらその問題をですね、スマホで写メして、LINE に貼って質問するってこともできるんですね。これも今めちゃめちゃ評判がいい。はい。LINE でも質問ができます。24時間質問できますね、これだってね。まあ、先生寝てると返答がないと思うんですけどね。そして、対面、電話、ズームで講師と個別相談もできます。講師に直接質問したい。で、講師に直接ですね、相談とか質問ができる、ウェブ予約制の個別相談を随時実施しています。講師と直接対面であったり、講師と電話だったり、講師とズームの3タイプで、わからないところを質問したり、あと勉強上、今後の学習スケジュールですね。ちょっと勉強サボっちゃって、講義がうまく消化できていないとか、仕事の残業が多くて勉強ができていない。で、学習スケジュールをちょっと見直したいといった相談。あとですね、どういった講座を、これから学習を始めるんだけど、どの講座を選んだ方がいいですかみたいな。または、他の予備校で勉強してたんだけど、ちょっとレックさんの講座とかも見てみたいと。で、ちょっと講座選びの質問などもしちゃって OK です。これはですね、レックの公認会計士のホームページで予約サイトに行けますから、そこで予約すればですね、どなたでも質問することが可能です。でもちろんこの受講生も可能ということですね。はい。申し込み後すぐに学習スタート可能な特典、先取りウェブ受講。何かというとですね、特典付与期間内にですね、この期間内に担当合格コースをお申し込みした方、昨年の担当合格コースのインプット講義の前半部分である担当入門講座。まあ、だいたい100回、101回とかあるんですけど、これをお申し込み後、すぐにウェブで視聴できます。これ、先取りウェブって言うんです。これを無料で申請しています。まあ、講座ですね、ちょっと早めに販売するので、講座を申し込みした段階では、その講座の通学であったりとか、通信の、動画配信日とかがまだちょっと先だったりする場合が結構あります。で、そういった方々でもですね、申し込みしてすぐ勉強したい方が結構多いと思うんですね。そういう方々のために特典としてこの先取りウェブ受講っていうのがついてて、一気にこの100回分の講義をですね、ウェブで視聴することができます。注意点はですね、この先取りウェブだけテキストはウェブ上で見たり、ダウンロードして、タブレット、スマホ、パソコンとかを使って、画面上でテキストとかを見ていただくことになります。はい、先取りウェブ以外はですね、テキストとか問題集とかはちゃんと紙媒体のものを発送しますからご安心ください。まあ、ちょっとね、無料の特典ということなんで、ちょっとね、教材を発送しないで、パソコン上でちょっと見てくださいって形になってます。ただ、24,800 円お支払いすると、この先取りウェブ受講で取り扱っているテキスト、問題集、レジュメとかを全部紙で購入することも可能です。一気にドバーっといったりしますのでね。この先取りウェブ受講を中心に勉強を組み立てている方で、どうしてもやっぱり手元に紙媒体のですね、テキスト、問題集、レジュメが欲しいという方は、その、特別価格の 24,800 円で全部ドサッとね、購入することも可能です。はい。こちらご希望の方はね、何か、レックとかの、ね、コールセンターとかにご質問とかをしてみてください。はい。合計ですね、1時間半以上ですね、のガイダンスになります。非常にちょっと長かった本当申し訳なかったですけども、こんな感じでですね、高校生の方もぜひ公認会計士ですね、目指してみてはいかがでしょうか。ご興味ご関心がございましたらですね、ぜひレックのホームページ等をですねご覧になっていただいて、ご検討のほどをしていただければと思います。本日は以上になります。受講のほどありがとうございました。